はい、ということで長岡駅着きました。さあ、三中さん一体どこにいるかな。はい、こんにちは、ひろきです。おめでとうございます。はい、本日はですね、ジャパンカップ2020新潟大会ということでやってまいりましたね。これから出走になるんですけど、まだちょっと時間があるので、今は車待機中です。今日の意気込みは今日の意気込み、目標は今日の目標ね、まあ完走だよね。まあ、とりあえず完走しよう。そうっすね、そうそう、完走してあわよくばトップ通過でよしみたいなね。そうっすね、もうそういう感じでね、いけたらいいんじゃないかなって思ってるけどね。いや、やってくれると思ってますよ。あれ、三中さん、なんだっけ、このマシン見てさ心配だったところ。見て、これかすごくデザイン洗練されて、かっこいいんですけど、ただ一つ、ただ一つ気になるところ、いきますよ。これだって、これフル全開開いた時、重心やばくね。重心ね、もうやばい。これバンキシマウンテンで絶対やばいですよ。行かれちゃうかな。行かれちゃうかな。でもさ、これダブルドラゴンクリアしてんだよ。へえ。あの、三中さんはどうも僕の動画を見てないみたいなので、あの、僕がレースしてる間、あの、三中さんに、新橋の走行動画見せようかと思います。はい、ということでですね、今回僕はこちらの、ウラ NS サスペンションマシンで出場いたします。頑張れ。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、よかった、通過です。俺も緊張しますね。じゃあ俺が行けるのは僕なんで。あ、じゃあ行ってきます。オープン B の99です。はい、身分証明書。あ、身分証明書。はい、じゃあスキャンですね。で、支払う。はい、はい。今受付しまして、会場がですね、あー、もう結構ガランとしております。はい、お願いします。はい、どうぞ。はい、緑は、スタートです。
1枚取って、エントリーシートの左下に貼ってください。左下。はい。はい。一応コース分けなんです。一応まあチェックしたっていう証拠。またあのコース分けするんですけど。はいはい。はい、ということで、あっという間に二次予選まで進みまして、見事決勝戦進出です。この後のレース展開はまた次回放送したいと思います。はい、以上ミニ四駆マスターでした。